ただいまより株式会社進化マーケティング部部長代理浜松光様より、インターネットの時代に逆接の電話活用サービスと題しましてご講演いただきます。それでは浜松様、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。あ、ちょっと私声が大きいのですみません。よろしかったらどうぞ皆さんお座りいただいて、聞いていただければと思います。インターネットの時代に逆接の電話活用サービスということで、弊社のおもてなし電話をご紹介させていただきたいと思います。今日はですね、顧客情報という経営資産をしっかり活用する方法をお伝えできればなと思っております。まず簡単に会社概要をご説明させていただければと思います。来年の年明けでですね、5年目になるベンチャーでございまして、皆様ご存知かもしれないのですが、レノバの会長の専本さんが弊社の会長を務めております。弊社の成り立ちなんですが、代表の江尻というものがですね、日本総研というシステム会社を経て、中小企業のコンサルタントの日本総研、失礼しました、船井総研様の方でコンサルタントをしておりまして、その経験を生かし、とにかく中小企業は無駄が多い、かつそれは電話に対するものの無駄が多いということで、どうにか中小企業の助けになることができないかと思い、開発そして起業したのが弊社となっております。ちなみになんですが、本日同時開催されております産業交流展で先ほど発表がございましたが、世界発信コンペティションという賞の中で特別賞を受賞させていただきました。そちらの方にもブースが出ておりますので、合わせてお楽しみいただければと思います。弊社はですね、 IT で世界をもっと面白くということで、おもてなし電話 CTI というサービスをご提供させていただいております。皆様、今更電話ともしかしたら思われたかと思うんですが、今回のこの展示会、新価値創造ということがテーマですので、まだまだオフィスの電話はなくならないという価値を、このプレゼンで見出していただければと思っております。でですね、今回はですね、販売店様ですとかシステム連携先様を募集中ということなんですが、ちょっとこの辺に関してというよりは、弊社のシステムがどういったものなのか、簡単にご説明をさせていただければと思っております。弊社のおもてなし電話は、電話を IT 化するクラウドのサービスです。電話と IT をくっつけたサービスです。 CTI というサービスで、コンピューターと電話をつなぐという意味を持っております。電話を通じておもてなしを実現させる、そんな意味を込めてこの製品名を付けさせていただいております。実際にどんなことができるのかと言いますと、電話の着信時に顧客情報をパソコンやスマートフォン、タブレット、インターネットがつながっているこういった端末にパッと表示させることができます。実際の画面のちょっとイメージを、普段こんな風に何か作業をされているところに電話がかかってくる、そんな場面があるかと思います。そうするとちょっと今右下の方に小さな小窓が出てきました。こんな感じですね。自動的にポップアップの表示がされます。さらにこちらをクリックすると画面が切り替わります。電話番号をもとにですね、お客様の情報、お名前や過去の取引内容、自社の担当者などを出すことができるんですね。なのでお電話越しで皆様ご経験があるかと思います。すいません、お名前もう一度いいですか、言ったことも言われたこともあるかと思うんですね。もう一つ、本当はお客様に聞いてはいけない、自社担当って誰だか分かりますか、それ会社で把握しといてよっていうお話だったりすると思うんですね。そういったことをお客様に聞かず、つまりお客様に手間をかけさせずに対応できるというのが弊社のシステムになっております。ですので簡単にまとめてみました。着信と同時にこのような画面が出てまいります。なので着信時にお客様の情報が表示されます。そしてここにメモ、左側にメモ履歴というのがありますが、対応ごとにメモを残すことができますので、例えばこちらからお客様に電話をかけた、だけれども不在だった、でそのかけた方が外出されてしまっている時に限って折り返しの電話というのが来るんですよね。ただその際にここにメモが残っていると、あ、弊社の田中がこういった件でお客様にお電話させていただいているかと思います、私引き継いでおりますといった形でお電話を出ることができます。
そしてネット上に出ているネット迷惑電話、皆さんよくわからない番号からかかってきた時に携帯で調べたりされるかと思うんですが、そういった情報を取りに行っているので、もしこのネット迷惑というところに反応すれば、そういった電話に出ないということもできるんですね。でこちらがですね、ちょっと見えにくいかと思うんですが、右側の方に数字がございます。分母の方が総合の着信回数なので、こちらの数字が大きければ大きいほど、このお客様とお付き合いが深いということになります。で左の方の数字がですね、今日どれだけ着信があったかという数字になっております。なので例えば今日もしここが10回なんて数字になっていれば、何かトラブルがあったんじゃないかというようなことが分かるというものになっているんですね。で最新の機能になるんですが、顧客タグというものをつけることができます。なので SFA のような形でお使いいただくことができるんですね。よく皆様、お客様の管理というのは完全に商談が始まってから、もしくは受注になってからとか、そういった形で管理をされているかと思うんですが、初回の問い合わせ、そしてだんだんそのフェーズが変わっていくというのをオンタイムでこちらのタグで簡単に編集していただくことができます。またこちらはオプションにはなるんですけれども、通話の録音も自動で行うことができます。よくあるのがですね、ボイスレコーダーつけてまして、それをスイッチ入れて録音するというものあるんですが、どうしても皆様忘れてしまうんですね。弊社のものはですね、受話器を取ってもう一回置くまでを全自動で録音しております。なのでお客様との言った言わないですとか、スタッフのどんなトークをしているのかっていうのを確認することができます。ちょっと着信履歴だけピックアップしてみたいと思います。365日24時間弊社のおもてなし電話がお客様の着信情報をキャッチします。ここに発信の履歴も出すことができるんですね。なので今までであれば、会社のお休みの時ですとか、営業時間外の時ですね、どんだけ着信があってもなかなかそれを把握することができないんですね。なんですが、意外とそういう時のお電話っていうのが会社にとっての財産だったりするんですね。なので、土日にあった電話、弊社も営業時間外の電話、外からでももちろん分かるので、そういったものを即座に折り返す、そういったことをすると、お客様にとっても、あ、この会社は本当に丁寧に私たちのことを分かってくれる、対応してくれるんだなっていうのを理解していただけるというところになっております。なので、誰が出てもこうお客様の情報を常に分かるというのが、このおもてなし電話のいいところかなと思っております。なので、こういった着信履歴というのは、今まで皆様あまりこう財産として考えられたことがないと思うんですね。どちらかというとゴミ箱行きのような、そんな形だったかと思うんですが、こうしてしっかり見てみると、どの時間帯に着信が多いのか、もしくは少ないのか、それで人の配置を変えることなんかもできます。さらにですね、業務効率とショートメッセージ機能ということで、こちら上げさせていただいておるのですが、おもてなし電話の画面からショートメッセージを簡単に送ることができます。もちろんテンプレートもいくつかご用意があるので、そちらをご送信いただくことも可能ですし、一括送信なんかもできます。こちらがですね、不動産業界特にお喜びいただいておりまして、例えば家賃の滞納者がいた場合ですね、一本一本電話されているそうなんですね。これほど無駄なことはないなと。でそういった方々をグルーピングしていただいて、一括でショートメッセージを送ることができます。なので、何月分の家賃がまだ確認取れてませんとショートメッセージを一発入れておくだけで、早い方であればそれを読んですぐに入金の方をしていただくと、でそのショートメッセージがワンクッションあればお電話にも出ていただきやすくなるという実例がございます。で今回ですね、新価値創造展ということで、弊社は先ほどお伝えさせていただいたんですが、システム連携先、サービス提供、業務提携の先も、応募しておりまして、こちらのショートメッセージの機能は弊社で開発したものではないんですね。他社さんのサービスを使わせていただいて、弊社のおもてなし電話に、バージョンアップとして乗っけさせていただいておりますので、そういった何かシステムをお持ちの会社様がいれば、ぜひ一緒に何かできればなと思っております。続いてですね、こちらがですね、住宅業界で、あとは自動車業界なんかですね、でかなり人気の高い圧着式のハガキの DM ですね。圧着式の Z 式のこうペリ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 剥がすやつですね。こちらがですね、
簡単なテンプレートで、ご入稿がいただけるので皆様にお喜びをいただいております。写真を入れたりですね、情報量がかなり多くできるのでショートメッセージとはまた違った角度での反則にしっかりと活用していただいております。こんな形ですね、表も裏もデザインをしていただくことができます。でこちらがですねポイント3つございます。よくあるこういった圧着式のハガキ DM というのはロットが非常に高いんですね。500部からっていうのが大体多いんです。なんですがこちらは1通から送れるのでセグメントをして例えば38通この人に送るとかそういったこともできます。で Z 式の圧着の DM というのはですね情報量が非常に多く入れることができますので、まあ、しっかりとお客様に伝えたい内容を届けることができるんですね。そしてどのダイレクトメールをどの方に出しているかというのをおもてなし電話で一括管理しておりますので、もし電話がかかってきた方がハガキ DM を見ているかどうかっていうのもしっかりと分かることができます。なのでよくあるのがですね、せっかく営業マンが一生懸命電話をしたりショートメッセージを送ったりハガキの DM を送ってもですね、オフィスに電話をいただいたときにオフィスに残っているスタッフが何のことをやっていて電話をくださったのかというのが全くわからないというのがよくあるんですね。そういったことをなくしてしっかりとここでコミュニケーションを図っていくというのが私たちのサービスになっております。こちらもですね我々の自社で開発したものではなくてですね他社さんのサービスを業務提携させていただいて使っている次第となっております。ショートメッセージ、通話録音、ハガキのダイレクトメール、どちらも全てですね、自社のサービスではございません。他社さんとしっかり協業させていただいて、こういった形でバージョンアップの方を行っております。これができるのもですね、クラウドの大きな強みになっております。クラウドのシステムなので、バージョンアップをしてお客様に、オンプレの場合ですと、再度ダウンロードしてくださいとか、そういった必要性があるんですが、弊社の場合、クラウドですので、わざわざ新しいものをダウンロードしてくださいとかそういったことが必要ないんですね。で、簡単なバージョンアップの方でお客様には何も普段と変わらずに新しいものをお使いいただけるというところで非常にお喜びをいただいている次第でございます。価格の方ですが低価格で皆さんにお届けするということをモットーにしておりまして1拠点で月額2万円となっております。これがですねポイントが単位が拠点というところなんですね。こういう CTI と呼ばれるサービスといいますのは一席ごとに課金がされてしまうんですね。なので例えば10人いたら2万円かける10が月額の費用になってしまうんですが、それですとなかなか中小企業で広げていくことができないということで我々は1拠点1つの事務所様のイメージですねで2万円とさせていただいております。で今回ですね代理店様も募集させていただいているということで簡単に弊社の代理店様の契約状況の方をお伝えさせていただきますと大きく2種類ございます。単純にお客様を紹介していただくものとしっかりとそちら様の会社の方で受注までをしていただくことでどちらかをお選びいただけるという形になっております。こちらちょっとこちらでの詳細を省かせていただきますのでもしご興味ある方はブースの方にお立ち寄りいただければと思っております。弊社ですね、次で5年目になるベンチャーなんですけれどもおかげさまで100の業種業態そして4年半で800社1300拠点にご導入をいただいております。こんな形でちょっと字が細かくて大変恐縮なんですけれども多いのは不動産自動車です。ちょっと変わったところだと最近は葬儀の業界に人気があったりですとか神社にもご導入をいただいております。はい、こちらにおもてなし電話の効果をまとめさせていただきました。顧客情報がパッと表示される、過去の問い合わせ内容も分かる、顧客に合わせた対応がしっかりとできる、発信履歴も取ることができますので誰にかけたかをみんなで把握することができます。もちろんメモ機能もありますのでそういった情報を社内でみんなで共有することができるんですね。なので大切に扱うべきクレームの情報もしっかりと共有ができます。また営業時間外定休日でも全ての着信を取ることができますので、誤損と呼ばれるものがなくなっていきます。
そして通話録音で通話の内容をいつでも確認することができるというところです。今回弊社はですね、販売代理店様、そしてシステムでの連携先様、そして自社への導入の方を募集しております。弊社ですね、ブース1-08i-081というところで、お待ちしておりますので、詳しいご説明、実際の、デモキーの方をお持ちしておりますので、どんな風に画面が動くのか、さらに、いろんな多様な業種に導入の事例がございますので、そちらも合わせて、お話しさせていただければと思います。以上となりますが、弊社のおもてなし電話のご説明の方を終了とさせていただきます。ご清聴いただきまして誠にありがとうございました。